ドーンということで来ました、やってまいりました。もうエイト君覚悟してくださいね、本当に。あ、もう準備は整えてきましたちなみにもう何か食べましたか、すでに。今日、いや、昨日とか。昨日とかは、うん、あ、でもチョコとか、うん、あ、それこそ一緒に帰ってる車の中でピザは3枚、4枚ぐらい食べてたね。あ、でもまあ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 、でもまあその程度ぐらい。なるほど。あ、いいですね。え、チョコ食べた？チョコは、うん、あのなんかフォロワーの方がくれたなんかすげえいいチョコみたいな、インスタライブしてる時に食べて食べてってなって、うん、食べて、あの気を失いそうになった。おいすぎて、うますぎてじゃあもう今日のコンセプト発表していいですか？はい、チョコです。やーば、俺死ぬよじゃあちょっと発表していきますね。はい、まずですね、まあ楽しみ、一つ目はあ、これですね、チョコレートケーキ。うわ、いやマジでえ、でも俺0コンマ1秒かかんない。マジで。ちょっとこれ1個ずつ並べてくね。やば、絶対うまい。これはね、この部屋多分あれだよね、食べても全部0キロカロリーになる設定だよね今。うーん、どこやねんまあ、やばい、やばい、やばい、ずっとよだれ止まんない。これね、結構生き地獄だからえ、今日はナースケは、うん、どうすんの？え、僕は幸せなエイトを見る回ですそして2つ目がね、これどんどんいくね。はい、なんかね、でっけえチョコがチャーリーとチョコレート工場じゃん。そう、この中にあの銀のやつ入ってるからいけるいける、工場までいけるおお、あれ、ちょっと待って、でもさ、見てるのも大変だと思うけどさ、うん、買う時もさ、やばかった、やばいよね、マジでやばかった。だって自分食べれないって分かってんのに買うんでしょ。いや、そうなんだよ、メンタルやられるわ買いながらそんな。そしてですね、まあ、ポッキーもね。うわー、好き、フラン、フラン一番好き。ポッキー界で一番うまいよね。え、そうなのこれ、俺の中でね。なんか俺初めて見たわ。あ、本当？うん、しかも高級だよ、フランの。フランはそうなんだ、え、結構高くて、うん、ええんちゃうかなと思って。うわ、そう、これは贅沢、やばいでしょ、うん、これ開けてもらってもいい？うん、開けたらもうないかもしれない。やめてまだそんなことじゃないからこれ一個ずつ開けてさ、全部なくなったら並べ終わる前にすでに、これまじいけるよ、これ俺いける、いける、ほんと、うん、俺いけない手で買ってきてるけどもうこれはね、マカデミアうわナッツですね。中ヘーゼルナッツだね。これヘー、なんだろうね、これなんて書いてある。あ、マカダミアだ、マカダミア、マカダミア、マカダミアって何？マカダミアってナッツ、ナッツの種類、マカダミアナッツっていうか、じゃあマカダミアナッツだ。あ、そうだしかもさ、俺減量中マカダミアナッツフレーバーのコーヒーめっちゃ飲んでたじゃん。あ、あれそうなんだ、うん、だから俺多分マカダミアめっちゃ好きなんだよ。うわ、神？もしかしてえ、神？うわー、ちょっと待って、宝石とも俺の好みを持ってくるっていうこれなんかこのつぶつぶ全部さ、うん、
あのジムのさ歩くマシーンの上こう縦に並べてからさスタートとシーン一番怒られるやつだ、それ一番怒られるやつだ自動で全部入ってきますみたいなしかもジムのマシーン絶対やだわ。これはね結構食べてるかもしれない、スニッカーズ。ああでも俺スニッカーズ食べたのは、うん、大会のパンタップの時に、うん、あ、食べようと思ったけどなかったんだ今回。うん、持ってってたの？持ってってて、うん、あのホテルに忘れてきた。最悪じゃん。うわ、見てた。え、本当？あのね、TikTok とかでめっちゃ見てたから。あ、そうなんだ。めっちゃうまいって評判なの。あ、本当？うん。これね、あったから、ちょうまそうやなと思って。で、セブンでも俺見つけて、うん、減量中食べれないのに、うん、一応栄養成分確認してた。ちょっと待って、めっちゃもちもち。うわ。で、これはね、ガトーショコラです。何それ？もう神戸だからね。あ、でもいたから僕神戸。あ、じゃあもう思い出の味だわ。うん、それそれそれ狙ってた。やばくない？中身これやばくね？これやばいでしょ。あ、周りがちょっとやばみたいな感じなんだ。うわー、ちょっと待って。エンゼルパイのもう最上級だ。ちょっと待って、これあ、俺これ無理かもしれん。エイトの食べる姿で我慢できんかもしれん。それでパルプ、ね、うわ最高、一番好き。実はちょっとまだあって。まだあんの？あ、これおいチョコ用です、これ。それでこれおいチョコです。うわー、チョコオンチョコ、チョコオンチョコ。うわバカですね。やっぱバカにならんだね、食べるときは。チョコってちょっとやばくない？やったことないでしょ。ないよ、だってチョコは普通にもうそのまんまで食べるもん、ね、これがありますと。そしてチョコパイ、これからのチョコパイ、チョコパイ。ハロウィンバージョン、えぐ。でも頑張ったからこその、うん、美味しさのレベルって違うじゃん。分かる。今までなんか普通に食べてたものが、うん、原料っていうスパイスで、うんね、2倍にも3倍にも美味しくなる。すんげえボロボロになったわ。待って待って、一つだけ急に。もうやだ。ああ地獄。でも、おいちょこしたら茶色く見える。おいちょこしたらね。待って、楽しみすぎる、こんなの。いやー、やばいよね、普通に。今多分、ここら一帯で一番幸せな気持ちになってるの俺だと思う。あ、ちょっと、これね、すんごい時間かかるからこれ。難しいよね。どの配置が一番いいんだろう。そうそうそう。あ、もうむくんでる、でも。マジで？本当だ。あ、でもある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 。でも食べましたね、よく。あー、そうそうそう、それでそれでいきます。きついっしょ。もうちょっとね、微調整するね。もうちょっと香水これ。もうこっちにスライド。あ、そう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 。でもね、口マジでちょっと入れちゃっていいから。え、今日入れちゃうよでも。
よだれがあ、やばいないいねこれでいいや、よし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 、あー終わりましたね、サムネ撮影やばいぐらい、いや結構、でもサムネ撮影きついでしょうん、まあでも楽しいね、楽しいですかティッシュかなんか僕はね、ちなみに逃げ道としてナッツちゃんとあるんでこれでね、なんとか耐えますやりに過ごせるなんとかということで、はい、エイト君いただいちゃってください。いいですか、はい、どうしよう、じゃあどれから食べようかな。もう何でもいいよ。いい、じゃあ、うん、好きなの食べて、本当に。じゃあちょっと、うん、もしケーキ買えていい。あ、いいですよ、もういい、うん、じゃあ、うん、贅沢にもうフォークとか使わずに、うん、これでいきたいと思います。いいですか。いいよ。うわ、やば。もうそんな食ったの？もうこんだけしかないんですけど。あれ？俺もこれ口入った。おい、始まったよそれ。もう食べた俺。食べてんのよ。あ、マジで？え？超美味しそう、超美味しそう。やばいこれ。やばいよね。待って。飲めたもん。飲めた。飲めた。うん。飲めない。飲み物だこれ。いやでもそっか、でも一番ふわふわなんじゃないこんなの。うん。あ、うん。うまっ。チョコ何する？なんかするわ。なんかもうするわ。うまい。チョコ美味しい。いや美味しいよね。うん、次何、次は何行くの、次何だろうかな。でもじゃあやっぱちょっと本当にずっと SNS で見てた、このチョコの雪見大福、あーもうちょっとかかっちゃってごめんね、本当にソース、これがまたいいよね、これが絶対うまい、これにしてあげて、にしてあげて、これうわやばいって、やばい、いいですか、はい、いただきます。何これ、てかマジで何も食べてないみたいに食べるじゃん、うん、まだ口何もついてないじゃん、まあんなでっかいの食べてない、まだ入ってない、すごっ、これめちゃくちゃうまい、いただきます。チョコの雪見大福、うわ、いやそうなるよね、でもあてか本当正直にすごいと、うん、結構雪見大福ってあんま好きじゃないの。ああそうなんだ、うん、どうどう全部覆った、マジで全部覆える、そうなんだ、これはうまい、やばいもん、だってちょっと触ったんだけどさ、もちもちだもちもちだねもちもちだもちきつくて食べて食べて、チョコ味な気がするナッツ、ナッツチョコ抜きナッツでうまい、大丈夫なんか、うーん、まあ申し訳ない気持ちはあるけど、うん、ちょっと食べたい気持ちが強いかもしれないいやもう幸せだから俺見てるだけで、うん、もう一個後にアイス食べる、多分俺これ一口でいっちゃうもん二口でいっちゃうもんじゃないのよまあ減量中もね、マカダミアフレーバーのコーヒーとか飲んでたから、マカダミアはずっと感じたわけよ、うん、なるほどなるほど、言ってもそんな感動はないと思うないかもね、うん、マカダミア飲んでたんだもんね、マカダミアずっと飲んでた、うん、いただきます、美味しそう、ね、うん、この食感は知らないな知ってるわよ知ってるけどどっか行ってんじゃんそれこの食感は知らないなナッツがすごい喉にん、
100粒ぐらいこれ食えんじゃねえの。ガチでどんどんいける、うん、ガチでどんどんいける、すごいね。なんかマジであっという間になくさ、うん、涙出ちゃった。じゃあこのもう顔だよね。いや顔よりでかい顔。すごいね。いただきます、はい、マジ結構ねなんかこう、うん、パキって折らない、うん、おる板チョコ、うん、でも俺チャーリーとチョコレート工場見てるからいっちゃうよ。うわうまそう。うん、死ぬ死ぬってこれは。何この食感。違うんだちょっと、うん、マジで、うん、あのねシャクシャク言ってる。シャク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 言ってる。シャクでもなんか確かにちょっとなんか分厚いねやっぱり、うん、なんかなんだろう、なんかシャクシャク言うダムダムなんだろうこれダムめっちゃうまいこれ。マジか、うん、うまいんだ。めっちゃチョコチョコしてるね。うん、もう抑えきれない。パルムっていい。もういいよ。もう考えてください、どんどん。じゃあ。溶けてない。あ、大丈夫だ。大丈夫。あの、うわえ、溶けてる。やばい。パルムさん。パルム様。やばい。ご奉仕ください。もう溶け溶けじゃないですか。いただきます。うわ途中で飲んだ。食い方綺麗。めちゃくちゃ綺麗食い方。あれ飲んだでしょ、マジで。びっくりしたもん今、ごっくん。うん、あ、じゃあちょっと、うん、口直しで、はいはい、ポッキー食べていい？あ、もちろんもちろん。てかマジで何も水も飲んでないもんね。うん、やばいよ、本当に。でこのフランは3本で1袋じゃん、うん、贅沢食いするよ。もう3本持ってるもんね、うん、普通できないからこうちょっとずつ1本ずつこう、うん、を1本こう少しずつ食べるのいつも、はいはい、高いから、 もったいないから、うんうんうん、ちょっと今日は長助に甘えさせていただいて贅沢食い食べさせていただいてください。もういっちゃってください。うわめっちゃいい音する。めっちゃいい音する。お菓子大好き人間だからさ。いやマジでほんとそうだよね、うん、ドーナツとか永遠食べてるもんね、うん、なんか一生お菓子で過ごしたいぐらい。マジでね。まるまるこれどれが一番とかで決めんの難しいよ。全部美味しい。むずいんだ。うわ、どっちね、これも気になるしね。これめっちゃ気になる。気になるよね。ガトーショコラ。ちょっとスニッカーズ食べるわ。あー、もういいです。最後にこの身は、あの、もうなるほどなるほど、まだわからないものを、うん、神戸ガトーショコラ、うん、じゃあ、まあ、これもうねもう定番、うん、お世話になってるもんね、うん、お世話になってる。大会の時もお世話になりたかったけどいなかったのこの子は。ホテルに忘れちゃったから。ホテルに忘れちゃったから。じゃあいただきます。まあそれなんだよな、中のねキャラメル、ピーナッツキャラメル、やばっ。やばい、ちょっと出そうな、ちょっとこれちょっと塩入ってんのかな。あ、ほんと、うん、普通のやつと違う、うん、へぇ。今日何食べた。今日は、卵かけご飯だけ。いつも通りじゃんか。いつも通りだよ、もうそしたらおぉほろ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 、やばこれ、いただきます。やばい、これ、
だこれ、なんだこれ、なんだこれ今まで食べたチョコとなんかちょっと違う、なんだこれ、何味るか、トロトロしてるね、うん、ちょっとキャラメル風味なのかな、キャラメル風味なんだ、うん、多分少し風味が入ってるこれ、すごい、しかも多分ねチョコチップみたいなのも入ってて、あ、そうなんだ、あ、やばいこれ溶けるんだ、タンパク質多分ね、こんだけ食べて多分5とかやと思うマジそうだよ ねだって普段1食でタンパク質っていや、めっちゃ取るでしょ、30とかは、うん、40とかじゃん、こんだけあって5とかしかない、5はやばいね、5はやばいわ、なのに脂質と炭水化物でカロリー、これ多分結構いってるよね、いや、マジでやばいと思う、これもう本当にこの時しかできなくない、できない、え、やんない、やんないよね、うん、5000いってんじゃない、5000いってるね、いってると思う食感が神なのよね、チョコパイ投入します、うまっ、新参者、新参者だよ、初めて減量やった時に、うん、俺んちって実家チョコパイめっちゃあんのよ、どういうことなんかあんのすごいでさ、超美味しいじゃん、うん、一個だけ一個だけってさ、うん、あれ秒じゃん、本当に、まあ本当にこのサイズ感がまたいいよね、うん、でも本当にすごい、なんか超美味しいのこれしかもさ、また何が違うかってさ、うん、中マシュマロ入ってんじゃん、いや、そうここですよね、やばい、もう本当にやばい、想像するだけマシュマロが入ってると、物は美味しくなる、うん、マシュマロとチョコってあるよね、合う、これはもうね、インスタのあの虫眼鏡でずっと見てたマシュマロとチョコって絶対合うのあの検索のところでね絶対合うの、じゃあ、うわ、いい？うん、よく行くね、そんなに、うん、ギリギリいってきた、なんかえんのえんのエロいよ、もうもう足りたやつだけちょっと食べよう俺これ毎回になるわえ、やばい、やばいね、エロマジやばいねこれすごいね、マジでやばい、かけたの天才だな、ちょっとえ、どんなんなんだろう、でもやばいよね、普通に、え、でも多分スポンジで、うん、正直なところちょっと口の中の水分持ってかれるのよ、ああなるほどね、なるほどね、多分今ので、うん、失われた水分を、うん、このおいチョコが潤わせてくれると思う、いやそんなかそんな水分あるのこれ結構逆っぽいけどね、絶対そう絶対そうそっか、チョコレート評論家は分かる、あ、分かるよ、うん、それ評論家だって忘れてたわ、うん、食べる前からも評論するから、うわっ、うわっ、うわ、やば、うわっ、なんか脳みそがギルギルいってる、脳みそがギルギルいってる、うわっ、すごい、ちょっと待って、やばっちょっと待っていいですかお願いします、本当にもう、あ、まあ申し訳ないけど、おんちゃんもさっきからサラサラないんだけど、ないですよ超美味しそうに食べるもん、いただきます、もう幸せだわ、俺も、あ、美味しそう、うんうん、やっぱ違う、うん、あ、違うんだ、しっとりする、あ、しっとりするんだ、うん、2枚重ね、あの、たまに見るやつ、うん、あの、マジの俺が勝つか、歯が負けるかいや、それ A とどっちも勝ってるから俺が勝つか、歯が負けるかA と勝ってんだよ、それ俺も今言った瞬間何言ってんだろうって歯が負けるだけが言いたかったね、もう歯が負けるだけが言いたかったね俺ってすっごい
シャクシャク言ってんだから。シャクシャクって分かんないな。俺それ2枚。でもさ、うん、あ、これちょっとマジさバカなこと言っていい、うん、これ半分に折ったら3枚重ねいけんじゃね。やろやばいね。しかもめちゃくちゃ切れるね。うん、これじゃいやバカだこれ。超バカだこれじゃ。3枚重ねで食べれるよ。超バカだ。やばやばくねこれ。バカだ。いただきます。うん。顎が持ってかれそう。うわすごい。すごい。すごい。やばいね。うん。うま。なんかあんま臭くねえなこのチョコ。あ本当。うん。明治だったし、確かにちょっとくどいかも、うん。今日さ何時に起きた朝。9時。9時でしょ。うん。来た時顔めっちゃむくんでたもん。え寝起きかなと思って。俺も思った。こんな本当寝起きかなと思って。でもむくみを取るための最大限は尽くしたの。うん、白抜き、ね、なんか白抜きもしたし、うん、もう一つ言うなら、うん、ホットタオルを作って、うん、顔に当てて、うん、そしたらむくみが取れるって聞いたから、うん、それもしてきた。全然むくんでたよ。目だった。うん、すげえな。でも全然違うね今。なんか結構正常に戻ってきたんじゃない。うん、だいぶ戻ってきた。それはまあまあまあ、それでもまだ遅いけど。そうね、うん、これでもまだ結構まだ大丈夫な方、うん、結構きついですよ。もうちょっと最後ケーキだけ食べていって。ケーキあるんだよここにね。うん、ケーキだけちょっと最後に食べるわ。トロトロじゃない。美味しそう。ちょっとね、うん、最後ケーキだけいただきたいと思います、うん、すごいケーキこんな感じ、うん、うわすげえ、うまっ。全部持って帰ってもらおう。家にあったら食べちゃうから俺。わかる。え俺も家にあったら食べちゃう。持って帰ってもらおう。減量中だからすごかった。一回コストコに爆買いで行った時にブラックサンダー買ってたの。はい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 。ずっと置いてあるの。いやそうきついよね。同居人もそんなに食べる方じゃないから、うん、ずっとあるの、うん、食べたろうかと思って、うん、思って食べなかった。お前偉い。頑張った。それでさ一個だけならいいやと思って食べたらさ止まんないな。うん、もういいや、2個いっちゃう、うん、3個も買わんねえやみたいな、うん、で、後悔するんだよね。超わかる。多分有酸素しようと思う。いやね、うん。超後悔する。あー、うまい。お疲れ様でした、本当に。本当にめちゃくちゃ食べた。マジ、なんて言われちゃったんだ。もう食べれない手で買ってるから、もう、よかった。うん、こんな食えるとは思わなかったけどね。結婚残るかなと思ったけど。いやでも大食いの動画見てたらみんなもっと食ってたから。負けた気分だわ。チョコはくどいでしょ結構。途中からくどくなるでしょ。強いわね。強いよね。けどやっぱもうちょっと胃の修行が必要かもしんない。修行するのか。胃袋の修行がとか言ってまた多分明日食べるんだろうな。うん、来る途中にさ、うん、なんかつけ麺とかさ、うん、ラーメンとかあったわけよ、うん、すごいそうだなと思って。うん、行きたいね。次ね、もう味がね。うん、味がだもん、ね、問題は塩系入れたいよね。もう負のループよそれは。え、でもチョコの後に塩系食べたら結構なんか本当に多分今頭バグってるんだけど、うん、なんか塩チョコかけるゼロみたいなさ。いやバネだよ。今なんか俺の中では俺の中での方程式はそうなってる。クライアントさんには絶対言わないけど、うん、もうこれ出すからもうこれ。
言われちゃうから、宮田さんにSさん、今日昼にチョコ食べて、あの夕方に塩気のもの食べたんですけど、確かこれゼロですよね。やだ、はい、地獄だ、もう痩せないよ。忘れますか、そろそろ、うん、はい、ということで大会お疲れ様でした。ありがとうございます。もう次は僕が頑張りますんで、バトンは託したよ。頑張ります。僕にできるあのサポートあれば最大限して、もう全然よろしくお願いします。もうね、今日メンタルトレーニングなんで、今日は、うん、今日は今日でメンタルのトレーニング、トレーニングだ今日も。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。あ、そうだ、エイトの YouTube チャンネルもインスタも下の方にあるので、よかったら見てみてください。ありがとうございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。そしてこちらでもさようなら。ありがとうございます。お疲れ様です。